ブンブン。ハロー YouTube どうも、マサルです。今回は、モトローラの方から新しいスマートフォンが国内向けに発売されることが決定しましたので、ご紹介したいと思います。今回発表されたモデルは、マサルも毎回購入しています、モトローラのミドルレンジシリーズ、MOTO G シリーズの最新モデルとなります。昨年マサルが購入したのがこちら。 G31 というモデルでした格安のモデルでありながらこのようにカメラも複数のカメラがついていたり大画面のディスプレイを搭載しているのもまあまあミドルレンジモデルとしては完成度の高いモデルでしたなおミドルレンジモデルと言っていますがこ,こら辺に販売されています大手メーカーのスマホの中で言いますと実際はミドルレンジというよりも エントリーとミドルレンジの大体中間ぐらいのスペックなのがこのモトルアの G シリーズになります。今回はこの G シリーズの最新機種として、MOTO G32 というモデルが発売されることが決定しましたので、スペック、それから価格などにつきましてご紹介したいと思います。こちらがその元ト G32 というモデルになります。 前回の31の方はカメラが縦に並んでいたのに対し、こちらはやや正方形に近い枠の中にカメラが格納されるタイプで、今風のデザインに変わりました。では、今回のこの元 G32 というモデル、スペック、それから価格についてご紹介していきます。まず、価格につきましては、2万円台後半での発売となります。あですので、ね、約3万円と思っておくといいかと思います。 価格は最新機種にしてはかなり安いですが、そのスペックはと言いますと、こちら。こちらがそのスペックとなります。まず、OS につきましては、Android 12。CPU としましては q、q u a l c o m の Snapdragon680 が搭載さ,されます。 1>, 1年以上前に発売されたモデルにも搭載された CPU ですので少し目新しいところというのは足りないかもしれませんがこれはこれで十分処理性能も高いモデルとなっていてもう過去にも数台このスナップ g o ン680搭載モデルを持っていましたが特に不満なく使えていましたメモリにつきましては RAM が 4GB、ROM が 128GB 最新機種でなおかつ2万円台で購入できるモデルではありますが、大容量のストレージを搭載しているというところも実際の使い勝手を向上する重要なポイントになってきます。それには最大 1TB の Micro s d にも対応。ディスプレイは6.5インチで解像度は 2400×1080 ドットになります。 意外と安いモデルは解像度がフル HD 以下のことも多い中、この製品はフル HD プラスということで動画なども高画質で見ることができます。カメラにつきましては5000万画素の広角レンズ、800万画素の超広角レンズ、200万画素のマクロレンズという三眼構成となっています。インカメラは1600万画素。 インカメラとしてはママ、まあ、高画素のセンサーを搭載しています最新モデルではありますがスナップワゴン68セルを搭載している関係上通信につきましては 5G は非対応となります WiFi につきましては 802.11AC まで対応こちらも最新の WiFi6 には非対応となります一方で Bluetooth はバージョン5 2に対応していますので まあ、最新機種の場合は5.3対応というものもちらほら出始めてきましたが、とりあえず5.2に対応していれば十分と言います。バッテリーは 5000mAh。そして今回、急速充電にも対応しており、30W の急速充電対応となります。もうこの2万円台のモデルで急速充電に対応しているというと、せいぜい 18W というモデルが多い中、 この製品おそらく2万円台で販売されるモデルの中では最高クラスの 30W の急速充電に対応しておいて、この辺はとても使い勝手が上がっています。当然 USB 端子は Type-C を搭載。その他のスペックとして防水にも対応となります。保護等級としては IP52 ということで、実際の防水性能を表すのはこの数字の2の部分が防水になっています。 ただしこの2という数字で保護できるのは多少水滴がつく程度と考えた方がいいですので土砂降りの中この胸を外で使うというような使い方それから完全に水没させてしまうという使い方は絶対にやめた方がいいかと思います生体認証としましては足元認証それからインカメラを使った顔認証などにも対応となります本体のサイズは 1> 縦1 6 1ミリ、幅7 8ミ、mm、リ、厚さ8 4ミ、mm、リ、重さは1 8 4ムとなりますカラーラインナップにつきましてはミネラルグレーサテンシルバーというこんな感じまあブラックとシルバーそういったカラーになっていますどちらも無難なそして人気のカラーですので、えー、この辺多くの方 欲しいいいがすすぐ決ままるのではないかと思いますスペック的には大体今から1年か2年ぐらい前のミドルレンジモデルと同等のスペックでありながら価格はエントリーと同じぐらいの2万円台で販売されるというとてもお買い得なモデルになっていますデザイン的にもやはり最新モデルということでカメラ周りのデザインだったり ボディ全体のデザインも落ち着いた割と今風のデザインに変わっていてメイン端末として使うにも十分使えるモデルとなって言います一方で低価格なモデルですので欠点としましては一部国内でメジャーな機能が非対応になります何かと言いますとお財布形態が非対応となりますただ お財布携帯使っていないという方もまずは大勢いて、マ、ま、さると同世代も使っていないという人は多くいますので、そもそもお財布携帯がいらないという方にとっては、まあ、このモデルでも十分メインマシンとして使えます。また注意点としましては、防水も保護等級は IP68 ではなく52ということで、防滴程度の性能しかありませんので、雨の中でも外で使いたいという方。 水のかかるよううな場所ででも使いたいといたと方は、少し注意が必要です。逆に今回の最新モデル良かったポイントとしてはバッテリー周りで従来から 5000mAh など大容量のバッテリーを搭載したモデルは多くのモデル販売してきたモトローラですが今回はミドルレンジモデルでありながら 5000mAh でそれから 30W の急速時電にも対応したというところが今回のマサル的には目玉機能と思います どうしても安いモデルの場合はなかなか充電が進まず特にダイオールのバッテリーを搭載しているモデルならば普通のモデルに比べ充電に時間がかかってしまうというところがありましたがこのモデルの場合ですと 30W の急速充電に対応していてより短時間で充電することができるとても使いやすそうなモデルになっていますハイエンド機種ではありませんのでディスペイなどは有機 EL ではないもの,の このようにインカメラパンチホールカメラなどを搭載することによって割と驚がくぼのデザインにまとまっていて大画面のディスイを搭載しつつも小型のモデルになっています割とモトローラのスマートフォンは余計なアプリもほとんど入っておらず 便利なアプリとしては、Motorola 独自のユーザーインターフェースが一部乗っかっていますが、それは特に重たいものではなく使いやすいものになっていますので、なるべくシンプルな端末が欲しいという方にとってもおすすめできるのが Motorola のスマートフォンとなります。今年発売されるスマートフォンとしては、やはりまもなく発売がスタートする iPhone14 シリーズ。 こういったものが多く販売される機種ではありますがやはり今年のモデルはとにかく価格は高く最新の iPhone をさすがに買いにくいという方もいるかと思いますこれは円安が進んでいる今だから iPhone が高いというわけではなく年々 iPhone は値上がりしてきており来年もし多少円安が改善されたとしても高価なモデルになることは間違いありませんのでもう 高いお金をを払ってまで iPhone 購入するという理由もだいぶ薄まってきている中今後はメインマシンとしてこういった格安の Android 端末こういうものを使っていくというのも今後妥当な選択肢になるかと思います Android の入門機としても十分な性能を持ったモデルですし何と言っても2万円台で購入できる価格の安さも魅力のモデルですのでもし これまでずっと iPhone を使っていて Android を使ってくるはないという方などは、このモデル候補に入れてみるのもいいかと思います。なお現在は m o t o r a の原稿機種ももっと低額な価格で販売されていますので今回はこの本題だった MotoG32 の動画を紹介する内容となっていましたがもうそうではなくてもっと安くてそして実用的な m o t o r a のスマートフォン そういうものも多数ありますのでそちらは動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますもっと安いモデルが欲しいという方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてくださいそしてこちらのモデルは実機購入を予定していますのでまだ購入しましたら改めて実機レビューをご紹介していきたいと思います今回は以上です